ポケモンソルジャーの A0 です。切ないです。先日一撃必殺の世論調査という内容の動画を上げたんですけれども、皆さん見ていただきましたか？あ、今ポケモン界で一番ホットな話題の話だったよ。今回はその世論調査シリーズの第2弾、悩めるポケモン廃人の気になる話題の世論を今回も調査してきたので、気になるコメントをいくつか紹介していきたいと思います。今回の調査内容はサーフ号について。なるほど。特性黄金の体で自分を対象にした変化技を全て無効化するというめちゃくちゃ強い特性をもらってて、これのおかげで変化技を軸に日々戦う陰キャ戦法は第9世代では肩身が狭いよね。ゲループとかは存在はしてるけど、サーフ号1匹で崩される展開なんてのもゼロではないから。こんな感じで過去に多くのポケモンの参戦権を奪ったことのあるポケモンとして、ファイアローとかミミッキュ、ガルーラ、この辺りはその世代において特にカジュアル層にかなり嫌われてる存在だったよね。ミミカスなんて言葉もあるくらいだからね。今回はサーフ号について世間がどう思ってるのか、派閥別に気になるコメントをまとめてきたので紹介していきます。まずは肯定派。使っていてめちゃくちゃ楽しい。ゴルラ連打だけだと強くなかったり、 S 遅いから受け出しのタイミングを考えないといけなかったり、試行錯誤する楽しさが詰まってる。種族値的にもね、C は高いけどそれ以外はめちゃくちゃ高いっていうものはないから、遅いは嘘だけど早かないけど、そう、中途半端な S ではあるから、本当に適当に使って何でもかんでも大活躍みたいなポケモンじゃないっていうのは、一つ事実ではあるかなとは思うかな。ここに書いてある通り、受け出しのタイミングはちゃんと考えないといけないポケモンではあるのかな。でも耐性はえぐいから。そうね、半減すれば耐久出力値倍やからね。当然特性のおかげで無効化できる技いっぱいあるから、ただ後出ししやすいタイミングは多いのは間違いないと思うんだけど、当倍の技とか普通に食らってサイクルしていった時にどうなるかっていうのは、簡単な話ではないのは事実。天才がいてくれたからバランス成り立ってるくらいには強いと思ってる。中立括弧肯定みたいな感じかな。4歳いなかったけどね。4ヶ月間いなかったわけだけど4歳でも、使用率的には4歳がいないレギュレーション B のルールが使用率一番低くなってそうな気がするんだけど。そうだね。使用率順位的にはシーズン5が5位で一番低いんだけど、でもシーズン6、2位まで上がってるから、4歳には弱いけど4歳と相性が良かったり、4歳に強いポケモンに強かったりとか、サーゴのおかげでメタが回ってるってことは、バランス成り立ってると言ってもいいのか。バランス成り立ってはいるよね、間違いなく。うん、悪タイプ4匹来て増えてんのおもろいけど、今までの世代だったらタイプ相性で環境的に不利だったらそのまま使用率に影響してたけど、今世代はそうじゃないのが結構面白いよ。そうだ、周りもそうだし、テラスタルでタイプ変えられるのも含め、タイプだけで使用率が大きく変動するっていうことは、そこまで起きてないっていう感じかな。元から絡め手を使う戦術を使用してないこともあり、サーフ号に対しネガティブな感情は全然ないです。むしろそういう絡め手ポケモンを抑えてくれてて感謝。上位ポケモンは型にはよるけど、ただ殴るだけの型が存在しうるポケモンたちだから、ずっとこいつらだけ使ってたらこんな気持ちになるのも理解はできる。でもさ、こういうポケモンたちで固めててもさ、サーフ号出てきたりするよね。全然来るね。海流に割といけるポケモンやっつってポーンって出てくることいくらでもあるから。なんか剣舞ないミミッキとか使ってたら普通に HB サーフ号に勝てなかったりするから、シャドウクロー切った瞬間何手も足も出なかったりもする。結局アタッカーポケモンはサーフ号に困らないけど、アタッカーポケモンがヘイラッシャとかに困るから、結果サーフ号が喜んでるみたいな。絡め手を使うポケモンでめちゃくちゃ強いやつが旧世代で出てきたっていうのも、サーフ号にとってはやっぱり追い風になってる。あとは否定派。多くの戦術を1匹で対策できるので、メタゲームとして全体の戦術の幅を狭めてると思います。受け構築だったり変化技だけで役割遂行しようとするようなポケモンは、サーフ号いるいないだけでね、正直もう天と地の差だから。なんかステロ巻いてあくび連打とか、毒巻いて定数だけで倒すみたいな戦術、サーフ号ポンっているだけで終わりだもん。そういう変化技軸でコンボ考えるのが好きな人はだいぶ苦しんでるんだろうな。じゃあサーフ号いなかったらその構築は強いのかって言われると、それもまた難しいところではあるけど、正直サーフ号いなかったらそれ対策で神とかパオジャンが挑発するだけだよ。そういう方がむしろ逆にいっぱい増えて、選出画面
面で通るか通らないか判断できないみたいな、実際強いかは別問題っていうのがまた難しいところにはなっちゃいそうだね。環境的にはいい調整されてると思うけど、ビビオンとか叫ぶ尻尾とかサーフゴがいる限り一生活躍できないポケモンが一定数いるのがうーんという感じ。ビビオンはマジ無理だね。で第9世代で活躍するかなって思ってたけど一回も見たことないよ。そうね、一回も見たことない。6世代ファイアロー、虫とか草を環境から一掃しましたよく言われてるけど、普通にポケモンとして強いウルガモスとかヘラクロスとかハッサムは一定数いるから、結局元が強いかっていう比重は結構大きくなっちゃうんだよ。でも叫ぶ尻尾はマジでサーフゴのせいだと思う。否定派としては、まあ、変化技を軸に戦うポケモンが環境に存在したっていいじゃないって感じか。今するからね結局、まあ、そうです。エイラッシャとか普通にいるからね。サーフゴのせいで息苦しくなってるのは、まあ、ビビオン、叫ぶ尻尾とかワタッコとか。サーフゴに何もできないと言われてるドヒドイですら、むしろサーフゴに後出ししてトリック受けたりとかさ、結局ある程度はその元々の性能に依存しているという元も子もない話にもなっちゃうんだけど、ダメ押しされてるという見方もできるけどね。まあそうだね、それは絶対間違いないね。まあ肯定派も否定派も絡めてポケモンが好きか嫌いかに分かれてるような気がするね。絡めてポケモンなんて いなくなってしまえばいいまで思ってたら、サーフゴなんてもう全肯定以外の何者でもないから、まあ、それ以外の意見見ていくと、育成が簡単で自己再生がなかったらすごくいいポケモンだと思います。まあそうね、999枚嫌だよなっていう、まあ、卵も産めないから、まあ、トリック考えて無補正 A0 を粘るの、まあ、大変だよね。自己再生がなかったらっていう意見、これはねちょっとわかる。自己再生がなかったらドヒドイデとかでちま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 頑張ってコツ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 アクアブレイクとか打ってたらいつか倒せるじゃんって感じ。あ、そうだね、もう自己再生のおかげで潰せるやつを完全に潰しきった。サーフゴを倒す手段がないから、まあこれは大きいかも。あ、でも代わりにさ、眠るはあるわけじゃん。あ、そうか。そうだから、眠るを入れることでなんかそこら辺を完全に潰しきることはできると思うんだけど、ただまあ当然眠ると自己再生どっちが強いんだって言ったら自己再生のが強いわけで、自己再生を覚えることで強くなってるのは間違いないね。もう普通のポケモンともやり合えるから自己再生あるだけで、まあ、HB ぶっぱしたらミミッキとかね、いけるからね、うん、サーフゴーだけじゃないけど、もうちょっとサイコショックを覚えるポケモン絞ってほしい。エスパータイプだけでいいと思う。バリコールアイコンの人が言ってるんだけど面白くね俺だけの1000倍特許にしろってことか。確かにサイコショック強いよな。あ、ドオーとかハピラキとか、そういう受けを崩す性能をサーフゴにさらに追加されてる技ではあるけど、まあこれは10世代技マシンをなくせばいいだけのことや。そういう調整はさらってきそうだ。あの感じで波乗りを覚えないの本当にいい調整されてるなって思います。これめちゃくちゃ確かに。このコメントについてるのが、覚えたところでそんな使われなくないですかってあるんだけど、使うよね。めっちゃ使うと思う。毒がイーユイ殴れて、ディンルーも殴れて、ドオーも貯水じゃなきゃ殴れるしな。水テラバとか、まあ、少ないけどちょっとはいる方だとは思うんだけど、波乗りあったら水テラバなんて採用しなくていいわけだし、まあ、水テラスは今使用率2番目に高いから、受け性能だけを買って水テラスにしてる人もいっぱいいる中で、メガネ型とかだったら10万ボルトよく入ってると思うんだけど、10万ボルトと選択肢にしてもいいぐらい強くない？なんなら波乗り優先やろ。一番のテンプレの技構成になってもおかしくない。あえて覚えさせなかったのか、まあ、意識しての調整なのか。これ調整だよね。だってめっちゃ波乗りするもん。サーフだし。このコメントを見て波乗り欲しくなってきたよ。よく見ると結構可愛い。育成方針に割と素直に答えてくれるし、いろんな方育てるの楽しいけど、厳選や進化方法がハードル高いのは損してると思う。サーフ号可愛いかな。可愛いよ。嫌いじゃないけど。多分サーフ号がさ、こんな愛らしい姿じゃなくてぐちゃぐちゃのめっちゃキモい見た目だったら嫌われてると思うんだよ。例えば誰、ベトベトな見た目だったりしたらってこと。ナットリーか。今以上に嫌われてしまうポケモンになるのかな。見た目がいいポケモンほど嫌われづらいから、ね、基本的には。サンダーはめっちゃ嫌われてたけど。サンダー見た目かっこよくなくない？そう、そんなことない。厳選とかさ、進化方法がハードル高いのは損してるっていう話はめちゃくちゃわかるんだけどさ、これ逆に普通に卵でさ進化できるようなポケモンだったらさ、使用率1になってんのかな。うん、どうなんだろう。みんな1体は持ってんじゃないの。めんどくさいとは言いつつみんな結局使うっていうポケモンではあるのは間違いないよ。個人的には対戦では一部ポケモンを駆逐してしまっていますが、対策が一部ポケモンでしかできないというわけでもないので、壊れではないな、ちょうどいい強いポケモンだなという印象です。ただ別の視点で、厳選進化が大変でテラスタイプも変えることが多いため、テラピースを集めなくてはいけないことの対戦に導入するまでの苦労がある点や、
色違いが入手できず、対戦に色違いを使用できない点など直接対戦に関わるところではないですが、そういった点が少し不満ですね。やっぱみんなサーフ号の育成ダリーって思ってんの、ね、まあサーフ号1体しか持ってないと、今日の構築は飛行、明日はノーマル、しあさってはメガネで鋼みたいな、まあ、テラピースクイムシではあるか。そのパターンも結構多いからね、サーフ号できればメガネスカーフ HB ぐらいの3体持ってたら楽なのかな。まあ楽ではあるでしょう。ただコインを3000枚集めないといけないっていう、まあ間違いなくなるね。まあ、そこに対する文句は結構あるっぽいね。まあ、9世代中は無理だろうけど、10世代以降そこが改善される可能性は大いにありそうだけど。イベントレイドでサーフ号来るとか。ああ、そしたらみんなで入手し放題でしょ。あーサーフ号レイド来てほしいね。まあコレクレレイドでいっぱいコイン落ちるでもいいわ。あーまあ確かに色違いもね欲しいよね。まあ自分はあんまり色違い興味ないけど、でも色違い出せるポケモンは色違いにしてる人はなんかうちの構築サーフ号だけ通常色だなーっていうの悲しいもん。ザシアンも色違いが配布された時みんなザシアン使うぞーってなってたもん。サーフ号の色違いも SV が終わりかけの頃になんかしれっと配布されるんだろうね。多分4歳とかもされるしね。そうだね、サーフ号だけじゃないから、まあ、いずれ配布されるのが楽しみですね。というわけでサーフ号について世間の皆さんがどういう風に思ってるかまとめてきました。個人的にどう、サーフ号好き？あ、別に全然好きだよ。全然自分でも使うし、使うし、相手しててなんやこいつって思わん？なくはないけど、めちゃくちゃ強いんだけどやばくはないっていうギリギリをついてると思ってる。そういうコメントあったわ。めっちゃ強いのは間違いないけど、とりあえずポンと入れといて安心できるわけじゃないなみたいな。ザシアンとかガルーラとかではない、過信はできないみたいな。暴れ散らかし最強やばすぎぶっ壊れみたいなポケモンではないかな。俺は飛行テラスしてくんのかなとか、ミミッキュで影打ち打ちたいけどノーマルテラスしてくんのかなとか考えるのが嫌です。特にサーフ号が特にうざいね。あ、でもそれは結構わかるか。サーフ号のテラスタル切られた時うざいよ。まあ、今後もねポケソルチャンネルで、まあ、コメントを募集してこういった動画を撮るかもしれないんで、その時は皆さんご協力をお願いいたします。これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。お願いします。